まもなく勝負の終わりの回帰が発射いたします。黄色い線の内側までお下がりください。ライブバトル。それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1。はぁ、やれやれ。ゴー！くぇ！ 8200 と互角に脱出するなんて、わたるさんの8500すげぇや。俺の4051も電源上がりだけど、桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で五木くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だから直されんの。そんな時に東急のいとこに誘われて、廃車予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズはゴープリンセスだって。新しい出発にふさわしいタイトルだよね。ほんとやめてくんないかな。聞いてねえし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着性能が良くても 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線だがこの雨だ。慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。電源編成は電源と線にマッチしてるな。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったが、腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして初生ひな鑑別士免許？違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで。そいつ偽物よ。どこだ。そうか、サンキュー。二子玉川揃って通過したところ、二人張り付かれてる。簡単には勝たせてくれねえよな。早いからな、8500。それにしたとこの雨の中で渡るの8500についていくのは未大抵のことじゃないぞ。京子の時も思ったけど、マスコン操作が本当にうまい相手だぜ。このバトルもつれるかもしれないな。だけど長引けば長引くと渡るにとっては有利なんだ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主弦動機も乾燥してるな。藤原の2000回と同じコンセプトか。そういや、2000回のカラクリを見破ったのもこいつだった。電源と視線でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだ。実は厄介かもな。よくついてくる。波のドライバーが突に切れて自滅してるぜ。こうして電動機は濡れた軌道は難しい。敵ならいいようしてやがるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ8500回。甘いぜ、8500回電源編成の投範力を。なめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。ほう。
ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか？そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくる？そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからな。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてきない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。これが俺には不思議でたまらないぞ。え、プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。よし、だいたいわかった。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここのとこ取り組んでたマスコンワークの特訓が役に立って、もう少しの我慢だ。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ、超高等技術のマスコンワークだ。そんなにこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。すんなり逃がすかよ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われても自分ではよくわからないんです。もっと上手くなりたいという気持ちがいつもあるんですが、プロっぽいというならプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんでな。何かヒントになることはないかと思ってさ。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば凌介さんのために勝ちたいという気持ちもあるけど、一番強い気持ちは同じチームを守って負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ、完全に釣らしだ。あの速度で突っ込む気か。マジかよ、
止まれるのかよ。おお、これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみるわ。ああ、何やってんだ。早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。ああ、